はい。あなたの会社のバリア解消請負人、白倉英一と申します。よろしくお願いいたします。今日はお伝えしたいのは、電話クレームですね。結構嫌ですよね。結構来た時に辛い思いすると思うんです。でもその時に、傾聴とかね、共感が通用しにくい場合があるんです。あなたならどうしますかっていうのを今日ちょっとお話しさせていただきたいというふうに思っています。はい。最近は本当に激怒型のね、ガンガン来るクレームっていうのは非常に多いと思います。私もちょうど、総合スーパーに勤めてた時に店舗の人事総務課長をやってました。その時にはやはりほぼ毎日責任者出せって言われたこともありました。そういった時に電話なり直接リアルにお客様にお会いした時にどういうふうにしたらいいかっていう時に大きくこの例えば今回は電話クレームには2つのパターンがあるっていうふうに思ったんですね。激怒しているお客様で。その2つのパターンを見抜くことができるかどうか。それが大きいポイントになるんではないかなっていうふうに思っています。それではまず、その時にどうしたらいいかっていう部分を、まずお話をさせていただきたいというふうに思います。じゃん。激怒系。2つのポイントを見分けるポイントですね。2つありますね。これは何だと思いますか？何だと思いますかっていうか、私があくまでも作った部分ですけどね。実際に、じゃん。感情むき出しタイプ。あと、ネチネチタイプっていうのがあるんですね。このね、2つがね、結構この厄介なところなんですね。でもこのね、方法的に考えたときには、これ1はね、結構意外となんとかなるもんなんですね。ただ問題はこの2の場合に関してどうするかっていう、部分を考えていかなくちゃいけないというふうに思いまして、今回はお伝えしたいというふうに思っています。はい。実際に、その2の場合どうなのかって言ったときに、2と1でね、まず最初に感情むき出しタイプの場合、これは闘牛ショーのように、ゴングがガーンって鳴った途端に、ダーってきますね。ボクシングの試合のようにガーってきて、ダーお前のお店で買った何々があってガーってきますから。それでかなりの勢いで来ます。その時にはもうとにかく傾聴しかないんです。途中で話を割り込んでしまった。自分に例えば非がないとすれば、やっぱり途中で割り込んでしまうことって結構あるんですね。でも割り込めないんです。その割り込んだら失敗するんです。とにかく傾聴です。聞いてお客様に聞くに徹する。これは、お客様の感情が完全にクールダウンするまでずっと聞きまくるんですね。だからとにかくこの、はい、とにかく傾聴と共感することによって、時間ですけれども、人によっては10分なり15分かかってしまう場合もあります。人によってはね、中には私も2日間ぐらい常に激怒してたお客様もいらっしゃいましたけど、とにかく時間の経過とともに終了しやすいのが、特徴ですね。だいたい10分から15分ぐらいではずっと聞いたり、あ、そうでしたか。本当に申し訳ございませんでした。せっかくお越しいただいたのにね、本当に辛い思いさせていただきまして、私も自分が立場が同じ立場であったら非常に辛かったと思いますとか、そういうふうに相槌を打ちながら、傾聴と共感を繰り返していくと。そういうふうにすると、時間と経過とともに終了しやすいものだと思います。ところがね、これは、今度はね、こっち側は、ネチネチタイプはこれ通用しないんですよ。共感しても、これ、じゃあなんであんな態度取ったんだよっていうふうに聞いてくるんです。まさに、これなんですね。ああ言えばこういう。もうこれ、ああ言えばこういうってわかりますよね。もう、結局こちらが何か、言えば言われるわけですよ。なんでそうしたんだみたいな。そしたら、それで答えを言おうとしたら、じゃあなんでそんな態度を取ったんだよ、みたいな感じの言い方をしてきます。だからいつまで経っても、これね、拉致開かないんですよ、全然。ずっと、お客様は質問を言ってくる。その質問を言ってくるってことが、意外とこのポイントになるのはこれなんですね。注意、急ごうとすると、その場しのぎだと見られてしまうんですね。それでこちらのね、失言。うっかり、こんな風に話しちゃったみたいなことがね、結構狙ってくるんです。じゃあなんでそんなことしたんだよみたいな、それっておかしいじゃないかみたいな感じで、どんどん相手のミスをついていきます。本当にね、ややこしいです。そうするとさらにお前じゃ話にならないから上を出せとか、いろいろと狙ってくるんですね。だからもう絶対その場しのぎはダメ。もうこれは明らかなところだと思います。そうすると、じゃあどうしたらいいのかっていうところは結構難しいですよね。そこは、じゃん、ポイントとして、粘着質に近いんですね。もうとにかく一度張り付いたら絶対に離れないっていうぐらい粘着質に近いものがあります。まあ、ある意味で悪質的なところもありますね。狙ってきてね。だから絶対にこの即答を避けた方がいいと思います。一度とにかくお話をちゃんとお聞きした上で、それで、大事なポイントは、はい、きちんとね、事実確認をしてから報告をする、折り返し対応するのが、僕は今までの経験からするとこれ一番ベストだと思いますね。この粘着質で、ネチネチで、ああ言えばこういう状況で言ってた時に、もしかしたらその事実確認ができてない場合があります。例えば、従業員の態度、うちの部下がどうこうしたっていう話に関しては、電話でかかってきた時に自分はその内容について把握はしてないわけですよね。だから実際にちゃんと事実確認をさせていただき、お客様に折り返しご報告をさせていただきますと、それまでお時間をくださいというふうな形を取った方が僕はいいと思います。そこでどう対応するかってことを考えていくっていうのが大きなポイントになります。そしていかにね、お客様のペースに巻き込まれないようにするって、状況によっては演じることも必要だと思います。それで、まあ、最後は、まあ、お客様のご意見によってね、まあ、正しかったりすれば、まあ、大変勉強になりましたとかいう話をしてあげるのもありかもしれないですね。でも、ただし、無理難題を言ってきた場合には、もうできないことは、ご対応できませんと、はっきり、お伝えすることも必要なポイントです。そうでないといつまで経っても飲み込まれてしまいますので、大事なことは冷静な判断力です。どうしたらいいのか、これは何が正しいのか、うちがここまでやる必要があるのかとか、そういったところで冷静な判断力で臨んでいく。まあ、ある程度これは、経験とか場の数もあると思いますが、とにかく自分も感情で相手のペースに巻き込まれないようにする。そこが大きなポイントになってくると思います。もちろん当然お客様に対応は誠実にお答えをすることは基本ですが、こういった点に対して十分注意をしていただければ、きちんとした対応ができると思います。今日はこういったところで、電話のクレームの時に2つのタイプがある。完全に感情をむき出しタイプ。でもそうでないネチネチタイプの時はどうするのかっていうのを今回お伝えさせていただきました。もしよろしかったら私のホームページとかを見て、さらにいろんな部分で見ていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いいたします。またお会いしましょう。